はい、こんにちは。こんにちは、はい、今日は赤松の芽切りですね。はい、はい、ちょうどこの梅雨時期に入って6月から7月にやるんですけど、まあ木の大きいやつからですね、大きいやつは6月のちょうど今日19日ですかね、はい、15日とか20日ぐらいがいいって言われるんですけど、大きいやつ先やって、それからこういう中品とかね、寄付っていうものがもしかしたら6月の中旬から今度 後半でこういう商品になってくると、やはり6月後半から7月ですね、はい、っていうふうに、まあ、時期がだん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 ゆっくりになっていく。ここはやっぱり葉っぱが短い方がいいんで、大きいやつから先にやっていって、まあ、その分葉が長くなります。商品はやっぱり葉っぱを大きくしたくないんで、できるだけ遅い時期にやるということですね。で、芽切りなんですけど、まあ、目的いろいろあって、一つはそのまま放っておくとどん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 背が高くなっちゃうんで、はい、樹形をまあ大きくしないということであったりとか、うん、あとは芽数を増やすんですね。芽を切ることによって2つ3つこう芽が出てきますんで、それで芽数を増やしていく。それからいわゆる単葉法というやつですので、短い葉っぱを作っていくと、うん、いうようなとこ、あとは樹勢がどうしても上だとか外側っていうのがだんだん盆栽が大きくなっちゃうんで、はい、それの、まあ、芽っていうか葉っぱのですね、長さを揃えるというようなことでやるというのが目的ですね。例えば大きいもので、ね、葉を短くしたいなって時に、遅めにやるってこともある。もちろんおっしゃる通りで、できるだけ遅い方が出てくる葉の伸びる時期が短いですから、期間が短いんで、短く抑えられる。なるほど、はい、ですからもうできるだけ大きい木だから必ずしもね6月中旬やんなきゃいけないって話じゃなくて、できるだけ短いのを作りたいからっていうことで7月入ったってできないわけじゃない、はい、ただじゃあその短いのがね赤松っぽいかっていうと、そこはまたね、なるほど、違うというのはあると思うんで、まあ、6月中に大きいやつはやった方がいいですよね。ここにあるのこれ赤、はい、赤、まあ、全部赤ですね。 赤ですね。赤松と黒松の作業、はい、でどちらも同じですか。そうですね、作業としては全く一緒で、前もちょっと動画で話したんですけど、赤松の方が、まあ、葉っぱは伸びても、まあ、見られる、黒松はできるだけ葉っぱの短いものを作りたいんで後にやるということなんで、赤よりは黒の方が後にやると。なるほど、はい、ということで、芽切りを開始したいと思います。はい、で芽切りもですね、先ほど言ったように上の方が下よりも上の方が強く出る、ということがあるんで、本来は、下の方ですね、下の方を先にやります。やるのは葉を切って、芽が出るんですけれども、1週間ぐらい経って、上の方をやると、そうすると上の方が元気ですから芽が出るスピードも長さもまあ早いということがあるんで、下の方をやってから1週間ぐらい経って上をやると。なるほど、はい、いうことをやるんですけど、まあ面倒な場合っていうか、いっぺんにやっちゃうやり方もありますんで、ちょっとそこら辺も話しましょうか。はい、はい、下の方ですね。で、あんまり小さいやつはやりませんので、こういう芽とかはやらないんで、大きいやつですね。で、私いっぺんにやっちゃう場合は2段階か3段階ぐらいに言い方変えるんですけど、下の方あるいは芽の小さいものに関しては、例えばこれなんかそうですけども、あんまりこうツーッと元気に出てないですね。で、その場合はもうギリギリで切ります。で、切るときは必ずこの去年の葉っぱが必ず残ってるっていうことを確認して、はい、これがないと出てきませんので、この元から切ります。こんな感じですね、はい、で1ミリぐらい残した方がいいよっていうんですけど、まあ残そうとして、残してもいいですし、あの刃の厚みがありますから、うん、あのハサミのですね、はい、必ず何ミリか1ミリぐらい残りますん で例えばここ1ミリでやったら、少し上のところこういうのを少し軸を残して、まあ、例えばですけど2ミリぐらいですかね、残してこういうところは切っていくと。で、上の方の元気なやつですね、こういうのは軸も長いですし太い、そうするともうちょっと3ミリぐらい残して切ろうかなというふうに切り方を少し変えていきます。元気な方が残す幅が多くなる。そうなんですよ、ってことなんですね。そうですね、はい、なんかね、勘違いして伸びてる方を先に切りたくなっちゃうんですけど、そうじゃなくて弱い方がたくさん長く 芽を伸ばす、大きい方はできるだけ伸ばさないということを考えて、短い方から、まあ、本当は時期的に変えるんですけども、一緒に切っちゃう場合は長さを変えていくと、そうするとここで切るとすぐ、あ、この枝枯れちゃったなって言って芽を出そうとするんですけど、
あえてこれを少し残すと、軸ですね、うん、そうすると枯れるまで時間かかるわけですね。なるほど。これが例えば1週間とか10日とか、はい、枯れていくことを、ここまで枯れていって初めて、あ、これ切られたと、芽がなくなったというのは、あ、この松が感じるわけですよね、はいはい、それで、ようやく芽を出し始めるということなんで、あえて長さを変えていくということですね。タイムラグをこの残した芽で調節してる、調節するってことですね。すごいな、はい、必ず私は釣りはやんないんですけど、うん、ね、魚を騙すみたいなもんで、うんうんうん、ここで切っちゃう、ね、この元で切っちゃうと、あ、枯れちゃったってすぐ分かるんだけど、少し時間こう伸ばしてですね、はいはい、この辺でこう少し切ってあげると。なるほど、はい、枯れるまで時間を、タイムラグをね、作るということですね。なるほど。それぐらいですかね。これをやると、はい、葉が短くなる、そして芽が出やすくなる。出やすい、そうですね、はい、芽が、まあ、多くなるということですね。多く出るということですね。夏場からこう芽がまた出てくるということになるんですかね。そうですね、だいたい1週間か10日ぐらいしてちっちゃい芽が出てきますよね、うんうんうん、で今度はあの出てきた芽を例えば最低1つ出れば、まあ、やったのとやらないと同じになるんですけど、うん、2つ3つと出てきた場合は2つに残していくと、うんうんうん、3つ出たら1個書いて2つに残すと。なるほど。いうことですね。まあ芽かきはすぐやってもいいですし、少し時間が経って葉っぱが伸びてきてからやっても構わないですし。あ、芽かきもやるんですか。芽かきもそうですね。そうですね。それが3つ4ついくとやがてごちゃごちゃごちゃっとこういっぱい固まっちゃいますんで、芽かきっていうのはその後必要になってくる。なるほど。はい。あとね、もう一つは葉っぱを抜いた時ですね、残ったこの葉っぱ、まあ大体こう2枚ずつこうセットになってますけど、うんうん、4枚から6枚ぐらいこれ残した方がいいって言うんですね。あ、なんで、見たことある。あの手でも抜いちゃっても構わないですし、少しあの葉の力をあの合わせてあげる。うんうんうん、だから これも下の方がやっぱり元気ないんで、下の方が6枚ぐらい残したら上の方を4枚ぐらい残すとか。なるほど。っていうふうにやる方法もありますね、うんうんうん、はい、やる方は多いですね、一緒にやっちゃって。なるほど、はい、まあ、あとはあの場所に関わらず、こういう太いところですね、こういうのはやっぱり少し伸ばして、でここら辺はね、まあ、やっても元気がいいんでやっても大丈夫だと思いますけど、こういうのはもう元から切っていっちゃうと、ね、はい、で必ず去年のこう古っ葉が残っていることっていうのが条件になりますね、はい、はい、こういうのはもう抜かないってことですね、こういうちっちゃいやつはね。ああ、なるほど、はい、こういうのとか、うん、芽かきは動画撮りましたっけ。芽かきは今までやったことないですよね。そうですね、今出てきた芽をむしる、うん、そうですね、もう本当にピンセットでかきますね、うんうん、3つあったらこうやっぱり真ん中取るとか、大体こう左右に出るように出たら、この枝に対してこう横の位置に出たやつを残して、うんうん、上のやつを取るとか下のやつを取るとか、うん、まあ、4つ出る時もありますし。なるほど。要は芽を2つにして残していくってことですね。そうですね。っていう作業を。ピンセットでいいですね。これなんかはね、ちょっと去年の葉っぱが2つぐらいしか残ってないんですよね、これね、うん、これとかこれとかね、うん、で切って出ない可能性もあるんで、ちょっとやめておきますね、こういうのは。あ、そういうこともある。そういうこともありますね、はあ、葉を抜いてね、調整してあげると言いながらも、これが全然なくなっちゃうと、うんうん、やっぱり養分を捨てがないんで、やらないと、うん、はい、というような作業をしていくと。ちょっと他のサイズでも見せてもらってもいいですか。ああ、そうですね。あ、じゃあでもちょっと早いんですね、これね。これ、これやっちゃってください。あ、やっちゃうんですか。これ僕のいい木ですよ、これね、うん、私大好きな木で、でこういうのも商品の場合はもうそんな、時期をずらしたりとか長さとかそんなに、うん、やる必要ないんですけど、ただまあやれば一番下の枝だから、やっぱここはギリギリで切りたいですよね。なるほど。ギリギリでこう切っていくと、でやっぱり時期はずらさなくていいんですけど、切るときはやっぱりこれなんか元気ですから、やっぱ少しちょっと残して、うんうん、切ってあげると、この上の方もですね、少し残して、そうすると、まあ、いっぺんに切れちゃいますよと。このぐらいだったら作業もね、そうですね、楽しいレベルで楽しいですね。もう早く切りたかったんですよ、これ。このビョンビョン伸びて、うん、これであれじゃないですか、また短い葉っぱができてくれば、しっかりした葉っぱになるんじゃないですかね。なりますか。今のところひどい葉生かなと。ちょっとね、垂れてるというか、うん、そういう感じはありますけど。幹はかっこいいですけどね。そうですね。いや、よくなりますよ。
はい、だからさっきみたいな感じで切っていっただけっていう。そうです、そうですね。あとごめんなさい、あの先にこれもそうですけど肥料ですけど、はい、あのこういう肥料をやっぱり先にあげといて、うんうん、元気をつけといてから切ってあげた方が芽が出やすいよと。あ、なるほど、いうことですね。あ、じゃあよかったですね。あ、あとそうだ、これ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 ですね。これ辺が多分5月ぐらいに一度芽を折ってると思います、うん、はい、だから全体に伸びてないんですよね。平均化してますよね、うんうん、はい、でこの先端こうちょっと白っぽくなってますけど、これが切った証拠なん でこれがやっぱり伸びすぎちゃうとこういう軸の方がどん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 伸びていっちゃって大きくなっていっちゃうんで、うん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 、それを抑えるために切ったんですけど、それでもやっぱりこれ元気ついてますから芽切りには十分耐えられるというところですね。あ、でね、あとこれもそうだ、ね、3つあったらどうするのって、どういうふうに切るのってあるんですけど、ね、私の場合はもう全部これちょっと残しますね。ちょっと早いんでちょっと残して切りますけど、全部いっぺんに切っちゃいます。3つあったら、はい、うん、もうとりあえず全部切っちゃいます、うんうんうん、それでうんと出てきた芽で最後調整すると。なるほど、はい、ここに多分まとめていっぱい出てくると思うん で最終的には2本で作っていきますから、例えばこれで4つ5つ6つって出てきた時に左右に出る2つを使って、まあ、枝を作っていきますんで、うん、という、やり方ですね。なるほど、はい、そのこの次に出てきた芽、2本残してあとは全部切っちゃう。そうですね、2つ残してですね。でその切るタイミングっていうのは、あ、それはね、1ヶ月以上経って多少遅れても構わないです。それこそ枝になっちゃっても構わないですよね、はい、枝が少し伸びてから切っても構わないし、うんうん、あんまりね早すぎない方がむしろいいかもしれない。じゃあ9、10月とか、そうですね、11月とかでも大丈夫ですね、はあ、小さい芽はまだどうなのか分かんないんで、うんうん、2つちょうどいい、元気すぎないちょうどいい芽ってらへんですけど、うんうん、例えば強い芽と弱い芽を残して中間の芽を2つ残すとか、なるほど、そこら辺も判断するのもやっぱり芽が伸びてからの方が判断しやすいと思うんで、じゃあ、 あんまり芽かきをしすぎない方がいい。そうですね、そんなに無理して早くやる必要ないですよ。なるほど、ということですね。そういうところですね。終わりました。芽かきは、はい、以上です。以上ということでありがとうございました、はい、おまけコーナー、本日のおまけ、おまけコーナー、おまけコーナー、これが前紹介したかもしれないんですけど、赤松で肌を剥いちゃったやつですね、はいはい、これツーツーですよね。でもいいですよね、この赤松っぽい、うんうん、赤っぽいなっていう ね、 そうですね、公園の、ま、赤松とかこういう風にね、本来 の自然の赤松ってこういう赤松なんですよね。そうですね。で特にこういう赤い色の幹だっていうことも分かってたんで、うん、まあ剥いて、でもう肌がね少し来始めてますよね、第2弾がね。そうですね、はい、で巻いたちりめんって言って細かい肌にしていくと、そうすると大きいねこうボコボコボコっていうやつじゃなくて、細かいちりめんもね、細かい肌ができてくると、で、あとこれはもともとここに頭があったんですね。購入した時に頭があったんですけど、まあ、ここら辺のね動きがすごく面白い、すごいですね、面白いなっていうのがあって、見せるためには陣にしちゃって頭をここら辺に立て替えたと、うん、なかなかねこう自然味があって面白いですよね、うん、もうちょっと、はい、もうちょっとやっぱり透かして幹を見せるようにしたいですね。感じですかね。まあ面白いですよね、うん、見どころがねいろいろあって、まあ、こっちも面白いですけど、これもすごいですよね、見どころが。これ昼間さんもあげたんですか。そうですね、これやっぱりここがやっぱり面白いと思うんですけど、うん、まあここは一つはね、揃わない方がいいんで、うんうん、ちょっとこっちよりはこっちが出てる位置とか、そうするといずれにしても多すぎるんで、うん、もう少し幹をね、見せたいと、で、はい、こっち流れで作っていくということですよね。ちょっと枝が多すぎますよね。だからこれ多分芽切りやって、去年芽かきっていうのやってないんですよね。そうするとこうなっちゃうんですよね。もうちょっと、はい、芽が多すぎる、多すぎる。だからもっとこういうふうにやっぱ棚を作って、こういうふうにですよね、うんうんうん、ポンポンポンとやっぱ棚を作って隙間を空けないと、ちょっとねごちゃごちゃっとしすぎちゃって、なるほど、むしろねこっちの方が見やすいなっちゃいますよね、幹がね。これは今年ちょっと枝を整理して、整理して、芽かきと一緒に枝を整理して棚を作って、棚を作っていくんですね。もともとはビヨーンって長かったんですか、上に。何箇所か曲がってたんですね。こんなに曲がって曲がってない。だからここら辺は多分曲げてると思いますね。うん、ギュッと
すごいな、うん、ここは私が一番好みなんで、こういう、うんうんうん、やっぱ細い木が、そうですね、ここをやっぱ見せたいですよね、こういうね、見せたいです ね、確かに、この辺のね、こういう感じで、うん、そうですね、この幹の奥行きがね、いいと思う、はい、この、そう、これがね、そうですよね、いいですね、でこういうあの隙間からね、この枝がまた見えるっていうのが、うん、確かにここをね、減らしたい、そうなんですよね、去年サボっちゃったってことですね、なるほど、また針金かけて綺麗になったら、はい、お見せしたいと思います、はい、はい、ありがとうございます、はい。